武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は佐賀大学の総合問題の勉強について話していきたいと思います。総合問題2016年から、出題される形になったものですが、まずこちらはですね、まあ、小論文と英語の和訳という形、ですね、一応2016年に出題された形式としては。で、まあ、資料が、3つの文章を与えられて、うち1つが英文、という形になっています。で、設問が3問。まあ、内容説明200字、日本語ですね。で、下線部の和訳、そして、まあ、お題、資料をもとに、まあ、お題に対して論じるのが600字以内という形になっているので、まあ、各字数に関してはそこまで時間的に厳しくはないかなという形ですね。ただ、和訳が出るので、まあ、英語の対策もいります。ただ、和訳する問題の難易度自体に関してはそんなに難しいものではない、ので、こちらに関しては、まあ、英文和訳演習の基礎編、しっかりやっておけば十分対応できる程度かと思います。で、小論文の、まあ、資料に対しての論述に関しては、こちらは通常の小論文の書き方さえ、学んでいれば、テーマは割と分かりやすいというか、読めば分かるようなもの、なので、まあ、ネタ本などは最悪やらなくても、まあ、時間あったらやった方がいいとは思うんですけど、それ以上に、まあ、書き方を練習して、要約と、意見論述、こちらをできるようにしておくと。なので、田村の優しかった小論文と、まあ、あと小論文の完全ネタ本。で、あと要約が出ることを考えておくと、まあ、現代文読解力の開発講座などを、追加でやっておくといいかなと思います。で、まあ、余裕があったらネタ本など、読んでおいて、まあ、知識つけておくという形ですね。まあ、これは小論文の完全ネタ本、などをやっておくといいかとは思います。以上が総合問題の対策となります。